本日は何ですか？本日はインスタで先日募集した質問コーナーに回答していきたいと思います。結構質問になってるね。100ぐらいかな。すごいね。ありがとうございます。全部は答えられないけど、だいたいテーマを3つに分けて答えていく、うん、最初が海ところものこと、うん、2つ目が結構結婚とか子供のこと多かったよね、うんうん、それ2つ目で、最後もその他みたいな、うんうん、で3つに分割して答えと思います。じゃあまず1問目、ワンちゃんを迎えてもうすぐ1年です。おすすめのグッズを教えてください。おすすめグッズ、ワンちゃんのおすすめグッズ。私が一番買って活用してるなって思うのは、うん、エアバギーのリュック。あー、じゃない？確かに外出するときはね、絶対持ってて、外出するときにいろいろバッグ本当に10個ぐらい試したけど、結局エアバギーのリュックが一番楽で、収納も大きくて、あと家でもずっと入って寝てる、うん、ウニ気に入ってるもんね、うん、あとアソボーン。ああ、アソボーンね。こういうちっちゃいガム、歯磨きガムをここに入れてこうセットすると、あの早食い防止とか、うん、喉に詰まらないようにゆっくり食べさせられるっていう、これ買ってよかった、うん、かなり買ってよかった、ね、うん、早食いしちゃうし、歯磨きの意味ないからね、これ、うん、食べ早食いすぎると、だからこうやってゆっくり噛めるっていうのがすごくいいかな。じゃあ2つ目、ウニちゃんの大ファンです、また歌ってください。ウニ最近反抗期ですよね。マイクを握ってくれません、なかなか。歯磨かずねる、風呂も入らずねる、それがどうしたウニヌだもん。お尻にうんこがついても気にしない、床にスリスリしてきれいにするよ。飼い主見つけた茶色いシミ、奇想天外カピカピだ、ウニは知らない掃除は無用。次ですね、コロモくん猫界で一番好きです。以前描いていた子と友達が遊びに来た時に威嚇した動画見たいです。あー、私たち新婚旅行に2週間近く行ってた時に、友達が猫と一緒に家に来てくれて、泊まってくれて、ずっとお世話してくれてて、その時に撮った動画こちら、はい。次、ウニちゃんとコロモくんの名前の由来を教えてください。結構もらうよね、質問で、うん、ウニは、うん、なんだろう、食べ物系で探してあんまり被らない名前がいいなと思って、うん、ウニになりました、はい、コロモは、コロモは色がこういう色なので、うん、何にしようってなって、最初はなんか天ぷらとか揚げ物系、うん、で、まあ、同じくいろいろ食べ物の名前を調べたところ、衣も良くないみたいな、色もいいし名前も可愛いし、あんまり被らないし、衣っぽい顔してるしみたいな感じで決まりました。次、衣くんの猫砂は何を使っていますか？ヒノキの香りがする砂、これめっちゃいい匂いする、いい匂いするね、本物のヒノキの匂いがする。飛び散っても拾いやすいし、固まるし、ちゃんと今のとこ一番コスパよく使えてるかも。そうだね。次の質問は、コロモくんの人参のおもちゃはどこで購入しましたか？これあれ、あの写真だ。あ、あの人参のやつ、この写真。猫世界っていうお店で買ったかな。ウニコロモ系はこのもの、うん、はい。ベビーの予定日はいつですか？
デビューの予定日は11月の初旬です、うん、結構予定日はいつですかっていう質問が多かった、ね、あと私も男の子で近いかもしれないですとか、女の子のベビー出産予定ですとか、ベビーカーや抱っこ紐など決めました。あ、決めた抱っこ紐は今一つ買ったのがあって、エルゴのオムニブリーズ、これですこれを購入しました。でベビーカーはまだ買ってないけど、今のところサイベックスのメリオカーボンのホワイトにする予定です。抱っこ紐はあれ、最初新生児は使えるって書いてあるけど、もうちょっと大きくなってからでも使えるように買ったので、ベビービョルンのミニを使う予定です。これまた購入品動画とかちょっと出したいな、うん、8月に結婚式できるカラードレスがウニさんとお揃いで嬉しすぎです。カラードレスってあれかな、ピンクのやつかな、あれなかなかいないよね、あんまり被ることない気がする。なんか子供っぽすぎず大人っぽすぎず、いい感じの色で良かったなと思う、結婚式で良かった演出はありますか。演出、まあ、でもウニと衣が登場したところかな、あとあの結構褒めてもらえたのは動物の森のオープニングムービー、インスタに載せてるんだけど、あれ友達から作ってもらったやつで、あれすごいね好評だった。なんかインスタかなんかでバズってたよね、結構ね再生された、お子さんの名前は決まってますか。ほぼほぼ、まあほぼほぼはね、てかそれ以外なんかしっくりこないから、もう本当これかなって感じ、民主王国の YouTube、 パパがママにメロメロな感じが良かったです。普段からあんな感じですか、メロメロな感じだったかな。いや、わかんない、他人から見たらそうなんじゃない、まあ、あんな感じよね、まあ、喜んだ時とかは、まあ、普段からそんなデレデレなわけではないけど、嬉しいことがあった時とかは普通にリアクションしたらああなっちゃったっていうだけあんなに喜ぶことないよね、確かに、あ、これさ、これこれこれ、ご会におめでとうございます、プッシュギフトはもう考えられていますか。これ私質問来て、プッシュギフトって何か知らなくて、調べた瞬間ナイスって思った、質問してくれた人ナイス、プッシュギフトっていうのは出産への感謝やねぎらいの気持ちを込めてパパからママへ送るギフトのことです。はい、で、はい、次行きましょう。いや待って待って、ブランドのアイテムやジュエリーなど定番でありますが、金額やアイテムより気持ちを込めて送ることが一番大事です。気持ちがね、気持ちが大事と、気持ちを込めて送ることが大事だから、ブランド品とかじゃないよって。なんでそれを押すの。次行きましょう。はい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 、はい、プッシュギフトをもらった人は全体の 32%、 結構多いねっていう感じ。楽しみにしてます。はい、ウニさんこんばんは、私も妊娠中で今入院してます、よかったら頑張りください。だってウニさんつわりかな、わかんないけど、いろいろあると思うけど、頑張れー。じゃあ次、はい、その他の質問、いろいろ来てたね。これは MBTI なんですか。これなんだったっけ。私はね ISTJ、 一番つまらないやつ、管理者。管理者か、これはね INFJ、 提唱者だそうです。結婚はやはり経済力大事ですか。旦那さんの年収はどれくらいですか。経済力どうなんだろう。結婚するだけだったら別に経済力は関係ない。価値観、価値観が大事だね、価値観が合うかどうかが大事。自分が理想としてる家とか生活が旦那さんの年収と合ってないと辛いから、それが合ってるかどうかが大事だと思います。年収はどれぐらいですか。120万ぐらい。いや、バイトバイト。ご夫婦ともにお仕事は何されてるんですか。これは秘密。秘密だね、人に言えない仕事だもんね。いや、そんなことはないんだけどお二人の出会い、馴れ初めを教えてください。これも多かったね、結構。何年前。5年前ぐらい。5年前、私が新卒1年目の時。うん、そっか。で、4歳差、うん、だった。そんなところですか。じゃあ、こんな感じで、なんかあんまり初めてすぎて、ちょっと次は私、購入品動画撮りたい。じゃあ、いっぱい買ったら撮りますか。そんな感じで終わりますか。第1回でした。